いい話いいな、じゃあ。そうですね。視聴者の皆さん、まさかのね、撮影撮れんかったらダメだったね、別に。さすがに怒られたわ。怒られますよね。コバちゃん。コバちゃん、すまないわ。って。単純に恥ずかしいみたいな。そうですね。そんな感じだったな。まあでも、一番初めそうですね、僕らも。ん？まあまあ、そう。めちゃくちゃ恥ずかしくて、僕もあんまり映りたくなかったですもんね。今日はじゃあ、もう一本撮ろうかって。まあ、もともと3本の目標だったけど、ちょっと、過ぎたんですけど、はい、次はその、まあ、足場だけじゃなくて、まあ、建設業界。はい、について、まあ、いろいろお話ししようと思うんですけど、はい、まあ、実際に、まあ、お前ももう10年、はい、10年、9年ぐらいですね。29歳、はい、で建設業を、まあ、やっとるけど、はい、まあ、実際に、まあ、視聴者って建設業多いじゃん。多いっすね、うん、やっぱりこの先左折専用と右折専用電話があります。独立した人とか、まあでも今結構、まあ、特殊ですよね。僕らって建設業に入ってそのリーマンショックとかも味わったことないじゃないですか、うん、あ今ってまあそんなような感じでコロナとかなってますけど、うん、今ね独立とかって言ったら結構みんなビビったりとかつまずくというか、やっぱもうどこもなんか金額の下げ合いしてるもんで、ああ、分かる分かる。普通の、まあ、僕も一従業員としても結構厳しいところ、やっぱ厳しいですもんね。ああ、勤めとる人間もね。勤めとる人間も、うん、まあ、今なんか会社なんかどこも持ち出しじゃないの、建設業界なんか。あ、そうなんですか。いや、3、4人で雇って、日給月給だったらいいよ別に。はい、保証もなんもないじゃん。はい、でうちなんか請負いとかやってたら別に、今まで別に3人できるとか4人でやっとるだろう。はい、忙しい時って暇の時ってそうじゃん。暇の時そうですね。うん、まあいいよって、別にまあ3人で終わるでしょうというと5人とか入るだろう。入ったりしちゃいますね、うん、やっぱり、まあ、そこだよね。はい、そういうのはやっぱなかなか利益でいいよねとは思うけど、はい、まあそういう時期もいいと思うんだけどね。だから金貯めろって言うんだけど、はい、はい、言ってますね、まあ、みんなね、はい、周りもそうだな。みんなすぐいい車買っていい家住んで借金こさえて借金で、ね、いい借金悪い借金ってあるけどな。まあそうですね、分からんけど、はい、建設業界、まあ、単価、まあ今は本当厳しいんじゃない。はい、まあ、俺は民間でも厳しいもん今。民間でも厳しいですよね。うん、やっぱじゃあどこどこ見積もり取ったんだけど、あそこ取ったんだけど、はい、じゃあどこどこさんは安くしてくれるって言ってんだけど、はいはい、その話ばっかり よくありますよね、うん、なんかそこでなんかもう僕も価格を下げてでも取ってこなあかんっていう気持ちはわかるんですけど、うん、まあそうだよね。まあ、そうするとでもどん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 やっぱ破滅していくわけじゃないですけど、うん、じゃあこれが普通に戻っても、うん、上げることができないっすね。まあそうだね。もうそう付き合っちゃったら。俺の同級生が言っとったな。はい。南国の物件取って、はい、まあ暇になるって見越して、はい。で案件やって、まあ制作から全部やっとんだわ。はい。結局じゃあ俺らって手間受けじゃん。はい。で例えばじゃあ家作るんだったら家の部材まで作っとるとか、はい。まあそういうノリのような業界なんだけど、はい。まあ家じゃないんだけどね。はい。もう何千万の赤字、その物件で。一個ですか。一軒で数千万の赤字。きついわーって言ったけど、はい、ただまあその後も俺とよく似とるとこあるもんで、はい、あんまりお金使わずにどんどん会社買ったりとか、投資はバカバカしてるじゃん。はい、会社を大きくするためのお金はどんどん使うんだけど、はい、まあまあ一定でもまあね、いい四駆乗ってたけどね。RX、LX なんですけど、まあ、LX ですね。LX? はい。ってやつ持ってたよね。はい。あと、建設業界でさ、よくさ、まあ、これ、はい、俺さ、飛び越えとかさ、あらへんの話したじゃん。はいはい。で、そんなん別に、他の業界では許されるとか許されんとか、そんな話だったじゃん。はい。だけど、俺、許されんと思うんだよな。いや、飛び越えってさ、違うよ。例えば、うちに、はい。派遣会社で来て、もう採用が決まっとるみたいなさ。はい。で、まあ、この子よかったら使ってくださいね、とか、はい、話ができとる話はいいと思うんだけど、はい、で、俺はそうやって言ったって言ってる人おるじゃん。はい、コメントがなんで、はい、まあ消したりするけど、うっとうしいけどだと、はい、まあ俺は下請けであそこ入っとって、もう自分のところの社長がうっとうしいもんで、そこに直接引き抜いて回ったもんで、はい、そこ行ったって言うけど、で、それでなんか成功した体で書いてるけど、はい、で、だからお前そこで終わるんでしょって思うのは。そうっすね。うん、だから、その絶対、まあそういう人いっぱいおるけど、使う人も、はい、まあ、うちの人間に声かけとるのも俺も今知っとるしね、はい、本人もちゃんと俺に喋っとるからね、はい、まあまあ声かけとる人もおるよね、うちに、はい、で俺も辞めてったらそこまでだと思っとるから、はい、別に辞めてきゃいいんだろうし、はい、うん、でもその後もまあじゃあここにおるメリット、そこについていくメリットってあって、はい、でまあ何より多分俺自分が裏切れんと思うんだよね。はい、いい辞めるならじゃあ格好つけて辞めていくと思うんだわ。まあ、誰々さんにも引き抜いてもらっとるんで、はい、まあ僕今こういう仕事で、こことここだけは僕ちゃんと人育ててから、はい、どこどこ行っていいですかって言っていいや、
はい、全然いいんじゃないって。昨日今日明日明後日欲しいもんでって結構引き抜かれてピュッて行くやつおるじゃん。いますね。もうそう、だいたいそういうやつだと金額ですよね。そうそう、金額、はい、でもじゃあ今日の明日の金を追って、はい、まあなんか1000万ぐらい稼いどる、どの頃って言ってるけど、うち職人もっと稼いどるでね、言っとくけど、はい、だからまあそんな稼いでないけど、まあ、一人用がだとかって稼いどるよな。でしょ、まあ一つ買わずに稼いどるな。一つ買わずに稼いでます。うん、そういう人もおるよ。はい、だけどだからそこで終わっちゃうでしょってお前らって思うのよ。まあ、人としてですよね結局。そう、うん、だってもうそれ以上だって、うん、もう人を使えるような人間にはならないですよね。なれない、なれない、うん、そうですよね。ならないし、はい、まあ、多分今日の金を取ることって多分独立しても多分従業員にもそうだと思うんだわ。はい、だからなんか投資ね、この間の動画でも言ったように投資で金使うぐらいだったら、はい、なんか芋を買おうとか、はい、こんなに金使おうとかブランドも買おうとか車買おうとかになっていくと思うの、はい、うん、だけどそれってやっぱ長い衆もどんだけあっても見とるじゃん、はい、余裕で2000万稼いどるで、まあ、こんだけの車買いましたとか、はい、それ別にいいと思う。それは親方の解消だから、はい、うん、親分がさ、だけどギリギリで攻めてっちゃ、はい、それは誰でもそうでしょ、はい、同じ従業員同士の仲間でもそうじゃない、はい、現場ギリギリで詰めて、はい、で今日ちょっと忙しいもんで頼むわーって言って、はい、何言っとんのこいつって毎回言ってるやんけ、まあ、そうお前みたいなやつ、ね、そう、まあまあ僕みたいなやつですね。はい、いやもうそうでもない、いや、ね、だん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 なんか僕に言われとんのかな。違う違う、でもまあ関係できとるでいいよな、はい、そればっかりやったらあの人ついてこないし、営業でもそうじゃない、はい、ここ現場単価ギリギリなんでちょっと安くできますかって、はい、お前毎回それ言ったら分かっとんだって、はい、そんなことって、だんだん断ってきますもんね。もうそうだったら職人が、はいはいっていう感じじゃん、はい、あ、また行っとるわーって、はい、だからそれじゃ人はついてこないから、はい、俺成功しないと思うんだよな。そうっすよ、ね、うん、じゃあ成功って何って、昨日今日のお金持っとるは知らんよ、はい、生涯お金に困らんかったは知らんけど、じゃあ周りに人がいない、はい、信頼できる仲間がいない、はい、だから自分が朝早くから夜遅くまで働いて、はい、で何とかやってます、はい、だったらいいと思うんだけど、はい、やっぱ人を育てるってそういうことなのかなって俺思うんだけどな。はい、うん、それがあるからこそ、まあ、人としてまあ引き抜きもダメだし絶対に。そうそうそう、引き抜きって、うん、まあ、そうだよな、ついてこんすよね、もう人自体が、うん、俺それ成功しようといないと思うけどな。尊敬できないですもんね、うん、僕も結構な何人か見てきたんですけど、うん、まあ、で、まあ、パッと真向こう行って、うん、で結局そんだけの給料上げれんから、うん、もうやめてってくれか、そうそう、給料下げてくれんな、なっちゃうっすもんね、うん、だから3年とか5年スパンでまあ、物言ってきてコメント入れてくれるやつもおるけど、はい、俺でもそうだもんね。じゃあもう昔会社立ち上げた時で俺一人から始めたもんで、はい、で今でもああこの人の仕事だったらもうただでもいいっすよみたいな、はい、散々お世話になったかなって言ってやる人と、はい、もうやり始めて会社が大きくなって、いやもうこいつの仕事なんかもういくらでもやりたいないっていう人おるもんね、はい、俺はもういっぱいおってやっぱそこを精査してきて、はい、で今の自分が俺もあるから、はい、まあ、損でしょ。じゃあ今、まあ、うん、俺の規模になったらだってなんかもういついつ何月何日のこっからスタートしたのもう行って、俺来週でも多分仕事なんとか、いいよって人現場10人やそこらで周り現場で、ああなんとかしますわって言ったら何とでもなると思ってるもんね、はい、現場ぐらい、はい、その人なんか外注でも集めれるじゃん、はい、でもそういう人が仲間って俺ありがたいと思うんだよね、相手も。まあそうっすよ、俺のお客さんっていうかさ、はい、もう生涯お客さんだよねその人たちは。はい、なんかあったらああいいっすよ手伝いますわって、何の手伝い、現場だけじゃないからね商売って。まあそうですね、何に対してもそうですね、まあ、そうそう、ほんとちっちゃな、そうそう、ちっちゃなことでも、まあこういう、まあ例えばなんか、まあお客さんとかでも、まあたまに不安のお客さんとかもおるわけじゃないですか。ああそうそう、だからこういうの知ってますかって、知っとるやめた方がいいよっていうのも、うん、なんかまあ助け合いになりますよね本当に。なるなる、繋がっとるだけで、うん、そもそも今働いてる子、この動画見て働いてる子って、じゃあ会社に何のために行ってんのって、はい、もちろんお金も大事だから、お金も大事なんだけど、はい、今日のお金、今日のお金だったらもう10年先も今日のお金を追いかけとるからね、はい、でもどっかでやっぱ5年先10年先のお金を追いかけ始めんと、はい、この先そうした時に行動変わると思うんだよ。あります、はい、今日のお金を追いかけてたらまあそりゃそうじゃん、はい、早く帰ればそれだけ時期単価上がるし、はい、無駄なことしたないし、そういうことでしょ。まあ、それはありますよね、うん、でもね、先のお金追いかけて動き始めたら、はい、行動変わると思うんだよな。よくあるんですよ、まあうちもまあキックバックっていうのって、まあ、よくあるんだよね。まあどんな業界でもある、はい、これは、まあ例えばこれじゃあね、ヤマダ電機の担当者に、はい、うん、その反応担当者でね、はい、そこにこれ店に置いてくださいって頼むのに、はい、
でちょこっとこれキックバックするもんでとか、だから接待っていう言葉があるよね、はい、まあそうですね。でどこまで行ってもあると思うんだけど、建設業なんか結構ありますよね、やっぱそれ、はい、でどこもあるんだよこんなもん、はい、で俺が一つその決めとることは、その良識ある痛むの客じゃやだって。俺一回客に会ったんだわ、はい、外気塗装した、まあ、300万か400万の工事した、はい、だから俺の知っとる近所の人がマンション持っとるもんで、はい、やってくれと、まあ、500万ぐらいの工事ですと、はい、で1000万でやってくれと、あの人1000万ぐらい出せ、まあ、俺だって、まあ、ハウスメーカーとかに頼んだらそんなもんいっちゃう、はい、500万バックさせてくれと。マジですか、うん、いやもうそれやりたくないんでよそいてくださいって言って、はい、でまあ、良識ある範囲はいいよって。それは何って言ったら、俺はこれまあ分かんない、で俺は領収書も取るでね、はい、それは何って言ったら、じゃあその人がいろいろ動いてくれたりとか、打ち合わせ入ってくれたりとか、ここいいよって言って俺らがいない時に色決めしてくれたりだとか、はい、民間のリフォームに行ったらね、はい、あるわけじゃん。それはやっぱ動いてくれた手数料っていうのがある。だって俺もマンションとかもやるから、はい、ね、俺同級生のマンションもやったけど、まあ、そこはもう1円もいらないって、はい、そんなんだったらちゃんとやってくれやいいよっていう子もおれば、はい、マンションで、いや 俺に外来てね、もうまだ俺が営業担当やってる時、はい、あの分譲マンションって言ったらみんなオーナーじゃん、はい、だけどやっぱ良識あること言ってくる人、はい、1% 以下だよね、そんな俺の中の良識あるのって、うん、1% 行って 1% すごいっすよね。 1%、 まあ 3% 5%、うん、行って 5% まで、はい、だから俺は不動産屋さんとかもあるよ、はい、5% その間全部領収切るで紹介料っていう名目だよね、はい、キックバック中の、はい、それっていうのはじゃあ何っていうと、じゃあその人が全部お客さん集めてきたりあてがってくれるわけじゃん、はい、だったら俺 5% が安いもんだと思う。あ、え、うちの営業マンとじゃあ広告宣伝費で 15% から 17% ぐらいかかってるの経費が、はい、っていうことは 5% だったらいいじゃん。その人が全部決めてくれて、見積もりもその人の渡したら全部決めてきてくれるので、はい、安いもんなんだ。安いですよね、そう考えると、うん、だけど 50% とかそれはまああかんよって、はい、それは前な、もうだいぶ前だけど、だったらもう やりませんって。あ、じゃあ講師しません、逆にも断って、はい、そうそう、うん、まあまあそこまで僕らもそのこの500もともとのその500万時代もその余裕の金じゃないもんで、はい、頑張って何々さんの知り合いだからって言って頑張った値段なのに、はい、その500万も抜かれたらこっちも気分悪いし、まあそうっすね、うん、折算もありしょ。で俺はそのやった人がまたこので1000万でやってもらったって言うわけじゃん。500万だったら最高の商品なのに、はい、1000万であることで高くねえみたいな、高くねえなわけじゃん、はい、で俺はそれが嫌だから、はい、まあ、やんないんだけど、はい、あるでしょ言って。まああると思います、建設業なんて特に、うん、でうちはもう全部領収切ってるもんな、はい、だから本当にキックバックじゃないんだわ。まあそういうことですか。本当にキックバックって裏がね、もっと汚い。だって俺が会社を始めた時、はい、やっぱ弱い。俺自体も3時4時の下請けで、そういう頃ってじゃあ何って言ったら、はい、もう暗黙の了解だよね。で強くならんところ許せんのだわ。後ろです。なあ、許せれば許せんもないんだ。それやっていくしか飯食えんのだから、はい、で自分が力つけるしかない。はい、で相手もやっぱ生きとるから、からそういう人たちで寄っていくだろうし、はい、どこで生きていきたいか、あ、自分がってことですか。そうそうそう、うん、これからコロナでどうなっていくかだよね。まあ、そうっすよね、うん、だけどこれみんなあの案外知らんのがさ、はい、復興でやっぱすごい建設業界って潤ったんだわ。はい、あの福島すか。そうそうそう、はい、今あれ外国人入れるとかなんとかやってるでしょ。はい、特定技能、はい、で問題になってるじゃん、あれ東電かなんかはね。あ、そうなんですか。特定技能の人間もう今入れれるもんで、実習生っていうのは訓練なもんだね。もう業種が決まってるじゃん。ああ、そういうことですか。復興でってことですか。そうそう、あの、はい、炉の中に入れるって言って、はい、うん、だけど、まあ、外国人で自分たちでやったことぐらい自分たちで不敬とか言うけど、はい、まあ、仕事だねなぁと俺は分かんない。外国人だからなんかどうとか別に俺あんまりそういうの感じんから説明はしてあげなあかんすよ。例えばそれ説明をしてずに騙したらそれはダメかもしれないですけど、うん、なんか俺そういうこと言うやつの方がなんかさ偽善者でさ、はい、なんか外人のこと下に見てんじゃねえのお前かって思うんだよね。そうですよね。なんか自分たちが偉いって思ってるから外国人って言うなとかさ、はい、俺らも外国から見たら外国人だし。まあそうですよね、うん、別に俺はもう世界あっちこっち行くしさ、うん、仕事でも付き合うじゃん、はい、外国の人と。で今日もあれ打ち合わせあれだ、ヨーロッパ人だもんな、あれ。はい、嘘だって相手が言ってお前うまいねお前も動画ヨーロッパドイツの人だったな。あれドイツがバイエルミュンヘンバイエルミュンヘン、そんな国ねえだろなんだバイエルミュンヘン、カマンベルチーズみたいな。サッカーリーグチームでしょリーグチームまあでもそうだと思うんだよね。であのケンタでもそうでしょ、韓国とかあの太陽光はドイツとか地形の企業が日本に投資しようでしょ。言ってましたね。本当にそれだけ小さい世界ってもう、はい、みんなが思ってるより小さくなってるからさ。はい、だってあれ復興マネーで建設業ってすごい潤いましたよっていう話があるんだわ。はい、
いやあれがやっぱ終わってきたらどうなるんだろうねって。ああそういうことですね。そうそうそう、こっちに流れ込んでくるじゃん今度。はい、ね、一体何千人だよね。何千人何万人毎日だぞ。ですよね、あんだけど復興のあれだったら、うん、そうそうそう、1日何万人規模で動いてるもんね。あ、芝だけでも1地区でもうあれっすね、確か3人チームが何十チームっすよ。なのでそこだけでも200人300人なんか楽勝で動いてるんですよ。そうそうそう、1校かなんかだけで、うん、で俺はまあ芝も行ったじゃん。はい、でそれは理解してまあちゃんとね数字も取って、はい、数量も取ってですもんね。でデータ取ってはいやったよな、あれやりました。うん、でそういうのもやったよ俺らも。それをなんか、うん、自分で決めることだし、もう今そうやって会社が守ってくれるとか、はい、何が守ってくれるって上上上の責任にするんじゃなくて、別に外国人ならなんだろうが自分で決めりゃいいんだもんで。そうですね、嫌ならやめとけえし、はい、やれならやれえし、はい、だからそのみんなが思ってるより世界広いから。広いですね。何億人何十億人って人がおるんだから、はい、その中でいろんな人がおるわけよ。はい、こんなね特定技能っていうので日本に来て働けるっていうことが喜びの人もおるわけよ。はい、それをなんか奴隷だなんだって言ったってちゃうんだってって強要してないですからね、まず。そう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 、僕らが別にな面接して、うん、来たいっていう人で、俺らでもそうじゃん。はい、こんな建設業なんかやりたねえわって言ってて、やりたないんだよねあなたは。はい、俺もやりたないんだよねあなたの仕事があって。はい、でそのレベルだから、それをなんか1か0かみたいな言い方するから、まあそうですね、やりたいやつやりたいもんね、やっとるし。そうそうそう、まあこうやって建設業でもこんななんとか何 S とか何 K とか言って言われてるじゃないですか。そう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 、でも面接来とるってことはその子たちがやりたいってことなんで、まあそうだよな、お前らに関係ないでしょ、うん、ってなっちゃいます。うん、でもこれから本当にね特定技能のこともやるんですよ会社で。はい、今もう許可も全部取って、はい、特定技能を全国の人に紹介してあげられるっていうのをやるんで。はい、でね、予想よりも安くやってるじゃん。だって宣伝広告費がうちはかかんないから。はい、それでかいからね、やっぱでかいっすよ、ね。うん、人件費とやっぱ広告宣伝費っていうのが一番高いから。はい、うん、まあ、そこの点やっぱもうあれですよね、うん、YouTube も建設業の先駆者ですよね。そう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 、だって建設業ではまあ一番じゃん、行ってね、一番ですね、うん、どこよりも一番で、建設業界の人が一番見とるというかじゃん。はい、だからまあ逆にあれだよね、よく案件も来るけど、まあいいですよって言ってやったやつもあるしやってないやつもあるけど、はい、結構案件もぜひ声をかけてほしいの。建設業特化型だったらやる、特化型だったらですね、うん、まあ全然関係ないジャンルのことは逆にちょっとやりたくないんで、はい、うん、ぜひまた、まあ、お互い今ためになるとか、そうそうそう、かで視聴者もためになるとか、はい、さそういうような話。はい、まあ、建設業界の、はい、まあ外国人問題、外国人、まあ、全般な建設業全般についていろいろお話しさせていただきました。はい、まあ、ちょっとさっきねちらっと冒頭でも最後にも言ったんですけど、はい、建設業 の、まあその特定技能のこともまあ動いてるんですけど、今まず求人サイトにあそこに登録してくれるといいよね。求人道場、はい、建設業専門で出てくるんで、まあ、番宣か番宣かってよく言われるけど、はい、まあ本当やらの損だでね、ただだからね、それで採用決まった人が何人もおるんだから、はい、うん、でそれすらやらないとやっぱ独立も意味ないし、もううちの動画見て、あ、もっと成長していきたいな、もっと頑張りたいなって、だったら自分の会社のさ社長にさ、はい、うん、ただ現場行って帰ってくなんか誰でもできるんだもんで、はい、まあ、誰でもできるって失礼かもしれんけど、それすらもできないやつもおるけど、うちも、はい、うん、だけどね、それプラスでこうやって求人自分とこの会社でやっていいですか、うん、これやっていいですかって言って、ね、また下が増えや、はい、仕事も楽しなるし、はい、社長もスイッチ入る場合もあるしね。まあそうですよね、うん、そうそう、そういうのもあるんだ。 YouTube もそうじゃない、はい、数字が割れてきてだんだんやる気なくなってくるやん。ああ、なくなってきますね。でちょっとグッて、よしこれもう頑張っていって頑張ろうって言って頑張り始めたら、また楽しくなってきて、またちょっと動画作ろうかってなるじゃん。はい、そうやって今日一日でこんな雑な移動動画撮っとるけどね視聴者の皆さん大変ですよね。でも、うん、大変ですね。一日一歩偉いんだわ、はい、俺ら現場で撮ることも多い。移動までやると4時間で足りん、4時間はかかるもんな、最低かかりますね。1時間2時間で3時間半とかで1本じゃないですか。3時間4時間で現場まで行ったら、うん、で企画考えるとこまで入れるともっとかかっとるでね、はい、裏でスタッフが動いてるでね、ほんで、はい、編集スタッフも動くでね、そうなると結構ハードなんだよな。ハードっすよね。で他のことも今ちょっと忙しくなっていいなもんね、ほんと。はい、まあ、そんな感じです。はい、チャンネル登録ね、いいですね、いいね、よろしくお願いします。ぜひコメントも入れてください。あ、コメントな、コメントじゃなくてあれじゃん、あの登録してくれんとあのライブのね、あこれもめちゃくちゃ面白かったよな、ね、中華料理、あの韓国料理屋、韓国料理屋ですね。しかもあのあなた名古屋の一番危ないブラックワールド、あなたアンダーワールド、東新町、東新町行って、はい、
突撃ライブやって、はい、で俺らもお客さんとかにキャーっとは言われてないけど、はい、YouTube やってんだみたいな感じで声かけていただいて、はい、の中でカメラガー回したでね。そうですね。まあまあみんな見てましたからね。あれ多分カメラ見えんと思うんですけどみんな。そう。まあ面白かったよな。まあ面白かったですね。うん、酔っ払ってリュウジ君とか、ああそう、ね、ショーがいきなりパッって二人だけになったとか。ああそうだな。突然俺らタバコ吸いたいでと思って二人で喋れよとか。で今度はじゃあもうそっからじゃあ足場だけでそのリュウジ君とショーと、うん、あのショーが本当にあれ撮ったでな。そうですね。カンタの動画、なんか、ライブを見てみたいとかいう話になったもんで、まあ、そこでやるじゃなかったのそれ。やりますね。うん。全部また聞いてみたいね。まあ、今週もなんか、はい、まあ、これ動画上がってる時には終わっちゃっとるかなと思いますけど、はい。俺ら抜きでね、はい。うん。リュウジとか、ちょっと、やりますんで。物静かメンバーでやるみたいな。はい。そっちも見てください。はい。また見てね。また見てね。またねー。パーンってしまった。本当にまたねーになっちゃう。Yeah.